皆さんこんばんは。3月11日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私、キララボアでお送りいたします。まず、最初に本日、日本時間14時46分頃に発生しました、東北地方太平洋沖地震に関する情報をお伝えいたします。本日、14時46分頃、三陸沖を震源とした大規模な地震が発生しました。地震の規模を示すマグネチュードは、日本の観測史上最大となるマグネチュード 8.8 を記録し、宮城県の栗原市では震度7の激しい揺れを観測しました。東京を含む関東地方でも、震度5強の揺れを観測し、各地に影響が出ています。特に津波に強い警戒が必要です。東北地方沿岸部やその他太平洋沿岸部に大津波警報が出されています。沿岸部にお住まいの方は離れていても十分な警戒が必要です。テレビやラジオで正しい情報の取得をお勧めいたします。東京都では JR が本日の運行を完全に中止しており、多数の方に交通の影響が出ています。東京メトロなどの地下鉄でも徒歩で設備の安全確認を行っており、復旧まで時間がかかる見込みです。これを受けて政府では首都圏の交通機関を利用できないために無理をして帰宅しようとすると二次的な災害を生む可能性があるため職場などの安全な地域で待機してほしいと呼びかけています。これらの情報に対してソーシャルネットワークが情報の拡散取得に活用されています。Twitter では休息のできる場所やガスが地震を感知して止まった時などの対応の情報が流れていました。また、ユーストリームでは TBS が公式に地上波放送の再放送をネット上で行っており、テレビが見れない状況でも放送が視聴できるようになっています。多数の犠牲者も出ており、今後も余震の恐れがあるため、正しい情報の取得と備えをお勧めいたします。では、バーチャルワールドニュースをお伝えいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。ヤフーモバゲーが利用者数300万人を突破。ゲームディベロッパーズカンファレンス2011開催。iPad2 今日からアメリカで発売。アバフィット・フラッシュチャット機能強化。NGI ソーシャルプロモーション代理店向け説明会を開催。ファッションフォーライフ明日より開催。まず、最初のニュースです。3月4日、ヤフーと DNA が運営する PC 向けのソーシャルゲーム、プラットフォーム、モバゲーの利用者数が2011年3月4日時点で300万人を突破したことが発表されました。ヤフーモバゲーは、もともとモバゲータウンの PC 版として運営されていたサービスをヤフージャパンと提供して、2010年9月21日からサービスを開始したソーシャルゲームのプラットフォームです。携帯ゲームでも人気の怪盗ロワイヤルの PC 版、怪盗ロワイヤル0や、100万人の信長の野望などの人気ゲームが提供されており、ベータ版のサービス開始から51日目の11月10日に登録者数が100万人を突破し、その2ヶ月後の1月6日で200万人、そして今月3月4日で300万人を突破したということです。自体は、もともと携帯電話を積極的に使用する若年層や若者の利用が多かったサービスですが、Yahoo モバゲーの展開に合わせたテレビ CM や Yahoo メールでのキャンペーンの結果、他の年齢層にも利用が広がり、現在では30歳以上のユーザーが登録者の 56% を占めるということです。Yahoo モバゲーでは、この300万人達成に合わせ、ありがとう300万人、新規入会&対象ゲームプレイで Yahoo ポイントプレゼントを実施しています。3月2日までに Yahoo ジャパンの ID を取得し、3月4日から来週3月14日の12時まで、新たに Yahoo モバゲーに登録した人に Yahoo ポイント300ポイントがプレゼントされます。また、既存のユーザー向けにも3月4日から3月14日の12時までに対象ゲームを新しく開始したユーザー全員で3000万モバコインが山分けされます。なお、新規利用者に贈られる Yahoo ポイントは4月末までの限定のポイントとなりますので、獲得した方は使うのを忘れないようにしましょう。次のニュースです。先月2月28日から5日間、アメリカ・サンフランシスコで世界最大のゲーム開発者向けカンファレンスゲームディベロッパーズカンファレンス2011、略称 GDC2011 が開催されました。5年間で600ものセッションが行われるこのカンファレンス。昨年は iPhone 向けのアプリケーションやソーシャルゲームの話題で大きな盛り上がりを見せました。今年の GDC で話題になったものをいくつかご紹介いたします。Google は現在推進しているスマートテレビの戦略について講演を行いました。2010年の時点でインターネットとテレビを合わせたスマートテレビがアメリカに200万世帯存在し、2014年には4003万世帯にまで増加するとみられています。また、2014年には世界で2億3000万世帯がスマートテレビを持つようになると言われています。講演では Google テレビ用の SDK、統合開発、環境などはいずれも無料で提供されていて、負担なしにすぐに開発ができることを強調し、スマートテレビがゲーム業界やインターネット業界にとって次のビジネスチャンスになるとアピールしました。ソーシャルゲームのトップクラス企業であるジンガは女性プロデューサーのクリス氏が女性の視点からライトな女性ユーザーが好むデザイン、嫌いなデザインについての分析をする講演を行いました。講演のタイトルは43歳の女性向けのゲームデザインで、フラッシュゲームで有名なポップキャップが今年の1月に発表した調査結果、ソーシャルゲームのプレイヤーの中心層は男性でも学生でもなく、平均43歳の女性だという発表が業界的に大きなニュースになったことに由来します。彼女自身も現在42歳、既婚で子供もおり、ゲームデザイナーですが、ゲーマーではなく、自分の主観、意見であり、ジンガの主張ではないと前置きした上で、自分が感じる嫌いな要素と好きな要素を発表し、これを検討してみた上で、ゲーム制作に活かしてもらえればと講演を締めくくりました。このように、様々なゲームの分野から、仮想世界やソーシャルネットにも影響を与えそうな講演がいくつか行われました。気になった方はゲーム関連のニュースサイトを閲覧してみてはいかがでしょうか。次のニュースです。昨年発売された Apple の電子タブレット端末 iPad の後継機器 iPad2 が本日3月11日からアメリカで販売が開始されました。今回、発売された iPad2 は、初代 iPad よりもスリムで軽量な本体に、新たに、デュアルコアプロセッサー、フロントカメラ、バックカメラなどを搭載し、ブラックとホワイトの2色が用意されています。iPad2 は厚みが 8.8mm で、13.4mm の iPad より 13% 薄く、9.3mm の iPhone4 よりもスリムになり、ディスプレイは 9.7 インチで 1024×768 ピクセルのマルチタッチスクリーンになります。バックカメラは静止画の他に HD ビデオの撮影が可能で、フロントには VGA 640×480 ピクセルのカメラが搭載され、iPhone4 でも使われているテレビ電話機能 FaceTime が使用可能です。日本国内では3月25日から発売開始の予定で、初代 iPad と同じくソフトバンクが取り扱いを行います。料金プランなどはまだ詳しく発表されていませんが、これに合わせ初代 iPad の価格の改定も行うということです。前のモデルよりもより薄く軽くなり、さらに私たちの身近になりそうなタブレット端末。今後の活用や展開が楽しみです。次のニュースです。日立株式会社 WebFit が提供している携帯端末対応のフラッシュモーションアバターシステムAbafit Flash の大幅なバージョンアップが行われました。同システムは、フラッシュ特有の柔らかなデザインで、アバターに様々な動作、表現を持たせ、携帯端末対応のルーム機能や、様々な最先端アバター機能を搭載した、次世代アバターシステムで、これまでの画像合成やフラッシュ合成によるアバターとは大きく異なり、感情表現や様々な動きもアバターの素体に含め、衣服や髪型、アクセサリーなどのアイテムも体と連動して自動的に動くという高度なアバターシステムになっています。アバターに動きを追加しても、アイテムもそのまま利用ができるため、様々な表現や動作を手軽に取り入れられるということで、アバターチャットやフラッシュゲームといったコンテンツに PC 携帯を問わず質の高いアバターの導入が可能になります。今回追加されたリアルタイムアバターチャット機能はユーザーが自分の好みでチャットルームを直接デザインすることが可能で、用途に合わせてカスタマイズしたり、複数のチャットルームを同時に運用が可能です。チャットルームの背景はアイテム扱いで様々なアレンジも可能で、アバターの着替えも連動されます。またチャット遍歴にも完備し、さらにこれまでの部屋用アイテムもチャットルームに設置することが可能です。チャット機能を強化し、さらにコミュニケーションの幅の広がったアバフィット。携帯アバターの主流になるのか、今後の展開が楽しみです。ニュースです。NGI グループ株式会社がソーシャルグラフを活用するプロモーションサービス NGI ソーシャルプロモーションをリリースしました。同サービスは NGI グループが3月1日から提供を開始した Facebook、Twitter などのユーザーが保有するソーシャルグラフを活用したプロモーションツールです。Twitter、Facebook、Mixi を使ったプロモーションを行うためのキャンペーンエントリーページや SNS への投稿機能の作成と、さらにプロモーションの成果をトラッキングし、単純に情報を広めるだけでなく、誰が投稿したなどの情報まで追跡、把握し、今後に役立てることができます。AI グループは企業のプロモーションがマスメディアから検索エンジン対策、SEO などの従来の方向性から、Twitter、Facebook、そして Mixi というソーシャルメディアの活用に向かっていると見ており、情報を広めるという点で、ソーシャルメディア、ソーシャルグラフの活用はできても、そこからの検証が非常に困難であるという問題を感じており、今回のサービスに至ったとのことです。サービスでは、リリース直後より多数の問い合わせがあったとのことで、その中でも、サービスの発売代理に関する問い合わせが特に多かったことから、今回の代理店向け説明会を開催することになったということです。説明会は3月15日に初回を開催した後は定期的に開催する予定とのことです。電通の Facebook との連携以降、ソーシャルメディアの企業利用の話題が加速度的に増えています。今後も正しい情報把握が必要になりそうです。ニュースです。土曜日3月12日から10日間、SL 最大のファッションイベント、ファッションフォーライフが開催されます。ファッションフォーライフは、昨年までは、クロッシングフェアとヘアフェアとして、リレーフォーライフのセカンドライフ版、リレーフォーライフ in SL の一環として開催されていたイベントです。そもそもリレーフォーライフは、アメリカがん協会が主催するチャリティーイベントで、全米5000カ所で毎年開かれ、がんについて啓発し、がん患者の勇気を称え、がん研究や患者支援のために寄付を集めることを目的としています。日本でも、日本対がん協会が主催して、2006年から行われており、がんに立ち向かう日々の思いやりや体験を語り合い、リレー方式で24時間歩きながら寄付を募るイベントとなっています。セカンドライフ内では2005年から活動が始まり、途中からファッションイベントであったクロージングフェアとヘアフェアもチャリティー活動に参加するようになり、セカンドライフ内でも代表的なチャリティーイベントになっています。イベントには、毎年セカンドライフ内で活動する多くのデザイナーが集い、このイベント期間中の売り上げの一部は、アメリカがん協会に寄付されます。クロッシングフェアは、おととしだけでも25万ドル以上の寄付金を集めています。毎年このイベントにはテーマが設定されています。おととしは、海賊。昨年が世界のファッションシティでしたが、今年はビヨンドブラック&ホワイトとなりました。奈良の会場は9支部を連結した広大な会場になり、今年は招待された192ものブランドが参加します。イベント期間中はミュージシャンや DJ によるライブやフォトコンテスト、ファッションショー、宝探しイベントなども予定されているとのことです。おしゃれなアイテムをたくさん知るいい機会でもありますので、ぜひ皆さんも開催期間中に足を運んでみてください。私、キララのピックアップコーナーです。このピックアップは、エリクサーシム群の一つ、無限というシムの北側にある、2007年2月より運営しています。セカンドライフでは珍しい、現実世界に実在しそうな、オーセンティックバー、天空をご紹介いたします。オーセンティックとは、頼りになる、信頼のおける、信頼性のある、真の正式な本物のという意味で、落ち着いた雰囲気でカウンターをメインにした専門のバーテンダーがいて、静かに会話を楽しみ、アルコールを楽しみ、時間を楽しむ場所を提供する本格的なバーです。天空ではチップジャーは設置されていません。これはお客様からすでに何者にも変えがたい貴重なお時間をいただいているからだそうです。時間さえある方ならば自由に来店することができます。当には一人や気の合う人と川のせせらぎを聞きながらゆっくりできるナチュラルカフェテリア。30メートルほどの地点には天空の副店長でもある黒トカゲハックスさんの開催されている黒トカゲフォーチュンレディオ会場も作られています。皆様も時間を忘れてゆっくりと過ごし、日々の疲れを癒してみませんか？決まった営業時間はございませんので、スリンク、そら豆などの開店告知を目安に訪ねてみるといいかもしれません。また、カフェバー天空では、エリクサーシム群直営店となっており、当店のオーナー、店長、副店長がいる時間には、シムの案内やレンタルに関する相談も受け付けておりますので、気軽にご相談くださいとのことです。にも募集しているとのことですので、詳細が気になる方は、カフェバー天空でウェブ検索をしてみるといいかもしれません。スタッフ一同、皆様と出会えることを楽しみにお待ちしております。3月は別れの季節、出会いの季節です。カフェバー天空でたくさんの方と出会い、お話をして楽しい時間を過ごしてみるのもいいですね。以上、今週のピックアップコーナーでした。先ほどのニュースで間違いがありましたので、訂正させていただきます。世界最大のゲーム開発者向けカンファレンス、ゲームディベロッパーズカンファレンス2011の紹介で、5年間で600ものセッションが行われるとお伝えしましたが、正しくは5日間で600ものセッションが行われるでした。また、スマートテレビの戦略について、2014年には4003万世帯にまで増加するとお伝えしましたが、正しくは4300万世帯でした。の紹介で iPad より 13% 薄くとお伝えしましたが、正しくは 33% 薄くでした。訂正してお詫び申し上げます。一部音声にお聞き苦しい点がございました。お詫び申し上げます。で、本日のバーチャルワールドニュースを終わります。